なたの勝ちですよ、八神くん。いや、楽しかったな。僕もだ。これは本心からですが、あなたがキラでないことを祈ってます。え？どうして？あなたが私にとって初めての友達だからですよ。わあ、青春だね。でも僕をある種の殺人鬼だと思ってるんだろ。そんな風に見える？見えますよ、しっかり。わあ、シビアだね。ライト、ミサ来られたんだ、よかった。おい、死神の目紹介するよ。彼女、チャンス、絶好のチャンス、ピンチ、最大のピンチ。そしてミサちゃん、キーパーソン。キャンパスに遊びにおいでって言ってくれてすっごい嬉しかった。でもこの後仕事なの。この近くで撮影があるの。だからあんまりいられないんだけど。こんにちは、お友達。うん、私、天音ミサ、よろしくね。どうも、龍が秀樹です。見えてる名前と違う。そう、違ってるよね。本名見えてるよね。でもね、まだ言っちゃダメだよ。それは後でのお楽しみ。いったライト、これでお前の勝ちだな。でもな、開けなかったよな。もうちょっとゲームを楽しみたかったよな。お前もな、いい線いってたんで。だってこいつキラだもん。もういいとこ目つけてんだよ。でもな、爪が甘いな。もっと踏み込んで裏かかなきゃ。そう、座れよ、俺が説教してるからよ。うるさいな、黙ってろよ。誰がですか？あ、ごめん。あれ、おい、こいつ気づいたんじゃねえか。ミサのことじっと見てるぜ。うわー、粘着質な目だね。これはなんかあるぜ、この目は。これなんか掴んだ目だぜ。八神くん、羨ましいな。え？18の3月号に出てましたよね。あれを見て以来大ファンなんです。オタクかよ。ねえねえ、あれってミサミサじゃない？大ファン。やばい、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 やばい。運がいいですね、八神くん。本当に運がいい。では、じゃあまた。ではまた、すぐに。なんだよ、まあ、結局じゃこれはお前の勝ちってことだな。見たはずだ、ミサの目が、やつの名を、ついに勝利が。はい、もしもし。おお、なんかの冗談か。拾ったんです。落ちてたんですよ。誰の携帯だと思います？ミサのだよ。ありがとう、僕が返しとく。こんなこと言いたくないんですが、天音ミサは逮捕されましたよ。なんだって？彼女が第二のキラであることを信ずるに足る理由があるんです。おい、マジかよ。バカらしい。実は第二のキラがテレビ局に送ったメッセージ、そのビデオが入っていた封筒ののり部分から微細な付着物が検出されまして、で、天音ミサの家を捜索したところ、その付着物と同じものが見つかったんです。猫の毛、化粧品、服の繊維。エル、お願い、食べ物の。ミサに会わせてくれ。無理ですね。ミサが人殺しだって本気で言ってんのか。いや、キラに恋するあまり、キラの言うことなら何でもやるだろうと思っています。こいつ見抜いてるぞ。お前やっぱすげえな。君は僕がキラだと疑ってるんだよな。だからミサには会わせないってことか。私も辛いんです。よっしゃー、面白くなってきたぜ。やっぱ人間界最高。押さえつけて小突き回し、鍵回りだよ。崖の上に連れてかれて、
き落とされても変わらないわ。私の気持ちは永遠にあんたに願えるなら死んだ方がマシ。この愛は出さない。誰にもよく聞いて、命の価値はどれだけ愛したかで決まるのよ。キラはどうやって被害者たちを殺しているんです？被害者じゃない、犯罪者。奴らが傷つけた人たちが被害者。あなたの両親のようにですか？犯人を殺してもらってキラには感謝しているんでしょうね。キラにはみんな感謝してるんじゃない？たとえ正義のためといっても、殺人は殺人です。まるで自分が神であるかのように、人の生死を決めることは。キラは神様じゃない。ミサのママとパパを死なせるって決めたのが神様。キラはパパとママを殺した犯人は死ぬべきだって決めたの。正しいのはどっち？キラはこの世界をもっと安全な綺麗なところにしようとしてるの。道を歩いていてもひったくりに合わないような世界、ドアに鍵をかけなくても大丈夫な世界。愛がいっぱいなの。悪いやつも恐怖も闇もない。ライト、光だけの世界ですか？じゃあ死神は？死神？何それ。渋谷の交差点で八神ライトと会ったでしょう。会ったからって何よ。刑事を殺したでしょう。殺してないし。ライトに協力している。ヤバい薬使えばいい。汚い手もどうぞ試して、目隠しして殴ればいい。何をしても我慢比べなら私の勝ちだよ。絶対に何でしょう。幻覚でも見てるのか。2日もこの状態だ。もう耐えられないだろう。捜査官としても子を持つ親としても、こんなやり方は許せない。許されていいはずがない。エル、君はいつか必ず代償を払うことになるぞ。私がやっているんじゃありません。あなたの息子さんがやらせてるんです。嘆くべきは我が子の罪でしょう。我が子に罪があるとするならば、親である私が罰を受けねばならないだろう。私の息子はキラではない。お願い、殺して。もう限界。